よろしくお願いします。よろしくし,よろしくお願いいたします <laughs> 登場から何かいつもと違う雰囲気が漂っておりますけれども、はい、小島さん、はい、それはもしかして、はい、竹をイメージして。 <laughs> <laughs> ですから、今日は小島予想だよしおでやな。<laughs> 小島武夫でございます。小島武夫で。ああ、うるせそして、杉ちゃんも、いつもと装いが違いますけれども、もしかして、杉ちゃんも。<laughs> そう。武雄菊池をイメージして。<laughs> ちょっと違うものになりましたけどね。武 <laughs> 雄だ。 杉ちゃんじゃなくて。何ちゃんですか。武雄ちゃんです。武雄ちゃんなの。そういう感じがあの武雄のイメージなんですね。そう。ださあ、ということで、お二人には今日はですね、応援団といたしまして。どちらがこの映画の本物の竹雄に近いかということを、を争っていただきます。分かりました。負けませんよ。水深はずっと入ってますね。あの、ずっとやり続けると後半苦しくなるんで。はい。というこ喉をもう痛めてる。 今日はガチンコ3本勝負を行っていただきたいと思います。はい、まよろしくお願いします。しそしてこのですね、3本勝負を判定していただきますスペシャルゲストはもう一方お呼びしておりますので、<ー>登場していただきましょう。はい、モデルの高橋メアリージュンさんです。出た。出た。タッ いよろしくお願いいたします。さあ高橋さんは今日は判定人ということで、はい、どちらがより竹尾に近いかということを判定していただくという。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、勝った方にはあのまだ秘密なんですけど、うん、ちょっとご褒美がある。えー、<laughs> 女性からご褒美と言ったらもうあれしかないよね。<laughs> あれです、そうです、あれです。いいですか、いいですか、この鏡張り、鏡とかね、外から丸見えですけど。ぜひ。頑張ってください。はい、では高橋さん、お二人に応援コメント。はい、はい。あの、本当に、そのイメージ通りのご褒美があるんで。はい。頑張ってください。お、俺は頑張りますよ。では、お二人、それに応えて、意気込みをおまずは小島さんから。本当の武雄は、誰だっていうのを。 この偽物の竹をねぶちのめしてあります。期待してます。はい、うるさいですさっきから。もう入りきってますからね。杉ちゃん今日の意気込みを。あもちろんご褒美をいただく。映画見てないでしょ。見ましたよ。見た上で勘違いしてるんだ。はい。顎でイメージですからね。イメージです。そう。かりました。はい。では今日はよろしくお願いいたします。お願いします。さあそれではですね早速。 もう勝負に行きましょうかはい。いいで,では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 、うんえー、3本勝負ですのでまず1本目の勝負から行きましょうまず1本目の勝負はこちらです、うん、どちらが似せられる竹尾顔勝負竹尾顔勝負ということで、えー、ルールは非常にシンプルですねううこ,、うん、こちら。 竹、えー、雄のポスターなんですけれども「俺物語」のポスターなんですが、はい、この鈴木亮平さんが今やっているこの表情に挑戦をしていただきまして、はい、どちらがこの竹雄に近いかということを競っていただきたいと思います、ねいねうん、判定は高橋さんにしていただきますので十分近い <laughs>、はい、ではお二人ともセンターにお越しいただきまして、うん、真ん中に来ていただいて。 えー、10秒から15秒ほどですね二、はい、人で竹尾顔を争っていただきたいと、うん、同時にやるんですね同時にはい分かりましたいきたいと思いますさあそれでは、はい、よろしいでしょうかさあそれでは参りましょう竹尾顔勝負スタート <laughs> どうですか竹尾さん <laughs> 決まってますねは声が出てすけどねスゲちゃんは声が出てますけどね <laughs> 難しいな。<ー><ー>はい、終了でーす。終了でーす。<laughs> ということで、はいえー、武雄が大勝負いたしました。今なんとなく高橋さんの頭の中には勝負がつきました。はい、この第一試合どっちが大体勝ったかな言わないでくださいね。まだ言わない,いどっちが。なるほど。ああでもこれで一緒か。結構難しいですけどね。いや何が,うこっちのが一緒か、ね <laughs> はい。今のお二人の顔を見ていかがでした。 はい、あの本当に似せようとはしてましたよね。しし、うん、してましたしてまた、た。もちろんでも確かにあの汗が、ね、出るくらいもう頑張ってらっしゃるので竹雄っぽい、うん、気持ちがまっぱすっごい真っ直ぐ出る男なんです、ね。すということでまず第1試合目終了いたしました。うん